私たちの頭の上に広がる大空。その空の先には何があると思いますか？広大な宇宙が広がっています。そこでは数えきれないほどの星々が輝いています。でも宇宙空間には空気がありません。音も伝わりません。生き物も今のところ見つかっていません。そんな宇宙で暮らしているのが宇宙飛行士です。私たちの上空 400km を飛行している国際宇宙ステーション。世界各国の宇宙飛行士が交代で滞在し、日々様々な仕事をしています。宇宙で暮らすと、人はどんなことを思うのでしょうか？そんな疑問に答えるイベントがありました。金井宣茂宇宙飛行士が国際宇宙ステーションに滞在中、小学生たちと交信をしながら、宇宙で体験したこと、感じたことを教えてくれました。金井宇宙飛行士とのやりとりを聞きながら、皆さんも感じたことを一人ずつ発表してみましょう。まず最初にイベントに参加した友達の質問を聞いてみましょう。司会を務めたのは作家の大宮エリーさんです。じゃあ挨拶お願いします。先日宇宙服を着て国際宇宙ステーションの外に出たと聞きました。その時金井さんはどんな気持ちでしたか？どうぞ。はい、そうですね、宇宙服を着て宇宙ステーションの外に出ると宇宙空間は本当に真っ暗で、ただただ広いその宇宙が広がっていて、その中に自分がただ一人ぼっちでいるんじゃないかっていう強烈な孤独感を感じました。その一方で目の前に広がる地球、窓の内側から見るのとは違ってとっても大きく見えました。この地球に全ての生命がいるんだなと思うと、見ているもの以上に本当に大きな存在感を感じました。地球は青いですか？どうぞ。地球は青いです。どうぞ。どんな風に青いですか？どうぞ。何もかも飲み込んでしまうように青いです。どうぞ。そこから僕らは見えますか？どうぞ。見えません。どうぞ。そこから何が見えますか？どうぞ。ただ地球が見えます。みんながいる地球が見えます。どうぞ。みんなとは誰ですか？どうぞ。生きとし生けるものです。サバンナを駆け巡るシマウマの群れ、南極にいるたくさんのペンギン、ジャングルの植物、大海原のクジラ、鳥、人、みんなです。青い地球を見ていると全ての人というものがここで生まれ育って子供を残してそして死んでいく。本当にここが我々のふるさとなんだなって感じます。苦しいこと、辛いことがあっても、全てを飲み込んで、もう、青く輝いて。
で寂しくないですか？どうぞ。寂しくはないけれど、まだないのがつまらないですね。宇宙ステーションでは機械の無音という音しかしません。無機質で、それ以外は無音なんです。風の音も子供たちの笑い声もなくて、それは少し寂しいかな。どうぞ。そんな時はどうしていますか？どうぞ。窓の外を眺めたり、時々写真を撮ったりしています。どうぞ。私たちのことが見えなくても宇宙から僕らを感じますか？どうぞ。みんなの思いが見えます。みんなの優しい気持ちが、誰かを思う気持ちが、地球を青く見えるようになります。緊張したけど、うん、大成功してすごく良かったです。一生の思い出にもなったし、うん、宇宙のことにより興味が持てるようになりました。ああ本当、二度とはできないような経験をさせてもらって、宇宙飛行士になりたいなっていう思いが一番ありました。